直木賞受賞作待望の映像化、何でもできそうな気がする真実の友情の物語。もうあかり、ありふれた主婦が望んだ本当の生きがいとは。働くのが悪いって言ってるんじゃないよ。大人になってからの出会い、そして友情は成立するのか。なんで一人じゃいけないって思うんだ。じゃあね、ボスがやってくれた先週の見積もり決まったの。えやったやった。孤独な女社長が求めた心から信頼できる友達。高校時代、心に残る忘れられない友達。あの頃に戻ることができるのなら。七子どこにいるの。絶対にダメ。どうした。こんなことをお母さんにバレたらただじゃ済まないけど。また明日ね。大人になったら自分で何かを選べるようになるの。心を通わせることができるもの、それはドラマW対岸の彼女、1月15日夜8時。